エディ・フェイナー・イン・ザ・アーリー 1980S エディ、キング・フェイナーはアメリカのソフトボール選手。フェイナーは当時メリルバーノン・キングと呼ばれていたわらわらに生まれた。彼は1946年に初めて男子4人のチームを結成。ザ・キング・ヒズ・コートと名乗り、太平洋岸北西部を皮切りに北米を連戦した。フェイナーはその後2000年に 脳卒中を患い現役を引退するが、チームのことは引き続け、MC を務めながら王子の話を伝えた。彼のチーム、ザ・キング・ヒズ・コートは1940年代後半から、100を超える世界の国や地域で1万以上のゲームを行い、幅広い人気と名声を得た。その様は、バスケットボール競技におけるエキジビションチーム、ハーレム・グローブ・トロッターズに引せられる。 フェイナーが基調面に残した記録によると、チームの通算価値防止は9743、脱産進数が141517。また、930回のノーヒットノーランと238回の完全試合が達成された。ワシントンポスト氏は、フェイナーを史上最も偉大な投手と形容している。1967年2月18日、41歳の フェイナーは、名士によるソフトボールの事前ゲームに姿を現し、多くのメジャーリーグベースボール選手と対戦した。このゲームで、フェイナーは、ウィリー・メイズ、ウィリー・マッコビー、ブルックス・ロビンソン、ロベルト・クレメンテ、モーリー・ウィリス、ハーモン・キルブルーを6者連続三振に打ち取っている。母書は、ハンツビル・メモリー・ガーデンズ・セメタリー。チームは、男子4人で構成された。すなわち、投手。 保守一類種、遊撃手である。このことについて、なぜ4人なのかと問われたフェイナーは次のように答えている。3人だと、プレイできないじゃないか。3人だと満塁で打席に立つ者がいなくなるからと、言うのである。2006年には、フォックス放送のテレビアニメ、キング・オブ・ザ・ヒルのエピソード、夕方ビリーブに、チームが、ダイヤのエースと宝石たちとして取り上げられている。 バールズストレーンジェストベースボールストーリーズワターミルプレスピアニッシモ59 ISBN 0 8十6 7 2850百五十、X ハットエディ・フェイナーありがとうございます